香川で輝くさまざまな高校生を応援する高校生応援番組、ただいま仮面中。今回応援するのは高松南高校の書道部。コンクールや書道展などで輝かしい実績を持ち、書の新しい魅力でもある書道パフォーマンスにも力を入れて取り組み、地域のイベントなどで披露しています。いろんな字を書くので、そこでうまく書けたら嬉しいです。うどん県の書道パフォーマンスで優勝することです。やっぱみんな力を合わせてできるし、それぞれの個性とかも活かせるのが魅力かなって思います。終わった後に達成感もあるし、なんか見てくれてる人とかが笑顔になってくれたら嬉しいです。パフォーマンスで本番が終わった後、みんなでいいパフォーマンスやったなっていうのが楽しくてやりがい感じます。なんか芸術の分野なので、まあ、なんかどういうところに心がけて書いてるかみたいなことをまずは受け取ることが大事かなというふうに思ってます。生徒がのびのびと書道に打ち込めるのも先生の存在があってこそなんです。話しやすくて、相談乗りやすくて、ずっと支えられてます。細かいところをきちんと正確に教えてくれて、とても頼りになります。正直に嬉しいですし、やっぱりコミュニケーションを大事にしてっていうところは私も大事にしてるところなので、なんとかみんなのためになったらいいなと思います。南高書道部頑張る。優しさと思いやりのあふれる高松自動車学校、丸亀自動車学校。来週は高松工芸高校水泳部です。